おはようございます。今日はミッションヒルズのトーナメントコース、昔のメジャートーナメントのコースでトーナメント T から頑張ってやってもらってアンダーパーを出してください。はい、頑張ります。トーナメントコースは時計回りにデザインが設計されているので、常に OB が左側にあります。気をつけて頑張ってアンダーパー出して賞金ゲットしてください。はい、頑張ります。はい。1番ホール1打目です。ナイスショット。言われた通りフェアウェイ右サイド、ナイスショット。モエカ選手、残り160ヤード、番手は6番、第2打です。おー、なんか良さげ。おー、ナイスショー、バーディーチャンス。萌花選手、トーナメントコース1番ホールバーディーパットです。目が右から左に流れてる下りのスライス、打ててない。ナイスパー、よかった。パー5、2番ホールパー5です。左 OB アサインで気をつけてください。ナイスショー、ど真ん中、ナイスショー。パー5第2打です。ちょっと届く距離ではありません。うん、ナイスショー、ど真ん中、残り111ヤード、クラブは46度、第3打目です。ビシッと寄せてバーディー取ってください。おー、ナイスショー。萌花選手、2ホール連続のパーオンでバーディーパットです。打ち切れてない、遅い遅いよ。ナイスパー。3番ホールにやってきました。ここは、距離も400以上あり、各、メジャートーナメントに出てる選手は一番難しいと言っているホールの一つです。ちょっと右、ちょっと右のラフに行ってしまいました。モエカ選手、少し右にのラフに入れてユーカリの木がスタイミーになってます。さあフェードをかけて乗せたいところ。お、フェードかかってます、かかってます。短いショート、難しい3番ホール、約25ヤードをショートしてしまいました。25ヤードか30ヤード寄せてしっかりとパーを取りたいところです。フックすると思います。上りのフックライン、なんとかここでパーセーブをしたいところです。あんまりしなかったね、フック。はい、OK。はい、4番ホール、パー4です。
昔に比べるとこのパー4は40ヤードぐらい距離が長くなりました。昔は前のティーでした。よいしょ、ど真ん中。4番ホールです、セカンドショットです。何ヤード残ってた？195。長いホールが続きます。パーでしのぎたいとこです。おー、ナイスフェイド、乗れ、ナイスオン、バーディーパット、しっかり打ってください。上りです。今日はグリーンスピード遅いです。おー、ナイスバーディー、しっかり打った。ナイスバーディー、ちゃんと目を読んだね。いい感じだった。もう本当に右から左に目が来てたからね。オーバー注意しないと。まあプロはそんな心配ねえか。いや、あります、前から。左からか、左から右、あ、右から左に行くね、あの目が。どういった？いや、山が見えると思いますが、右から山を見て右から左に目が走ってます。下りのフックライン、ここはしっかりと寄せてパーを取りたいところです。おお、ナイスバーディー、2ホール連続、素晴らしい、ナイスバーディー。ありがとうございます。はい、難しいホールです。前半のハンディキャップナンバーワンホール、池越え池越えとなります。よいしょ、言われた通り2つ目の池の右エッジが狙い目です。そこに行きました。ベスポジでした。ナイスショットでした。150ヤード、7番アイアン。お、ちょっと右、ちょっとショートかな？ちょっとショート。なんとか寄せてパーを取りたいところ。まあフックラインだな。さあ寄せてピンチしのげるか。上りのフックラインです。ナイスパー。はい、ありがとうございます。 OK。7番ホールパー4です。左ドッグのパー4ですが、狙い目は、正面にある、誘拐の木、原道沿いに打ってってください。おー、ナイスショット、言われた通り、ナイスショット、素晴らしい。残り176ヤード、 5U で打つそうです。ピンのちょっと左から、おー、フェードかかれ、おー、いい感じ、筋ってる。おー、ちょっとでかい。
さあ打ち切れるか。 OK、 ナイスパー、ナイスパーでした。アンダーパーで来ております。